雲が目立つ。皆さんこんにちは。皆さんこんにちは。乳がんサバイバーのポカママです。今日は乳がんという病気をチビーズに伝える方法として選んだ絵本のこと。私の胸に腫瘍があると分かった時、長男くん6歳、長女ちゃん3歳、次女ちゃん11ヶ月、もちろん6歳の長男くんも乳がんを知っているわけでもなく、11ヶ月の次女ちゃんは話したところで分からない。ご家庭によってはね、我が子に伝える、伝えないとあるかと思いますが、我が家ではチビーズには包み隠さず話そうと夫と話し合いをして、かなり早い段階で伝えてます。病院からはこういった冊子をいただきました。年齢に応じた病気の伝え方が書かれていて、とても参考にさせてもらいました。で、この冊子とは別で我が家では絵本に活躍してもらってます。お母さんの病気はこんななんだよ、これからこういう風になるんだよっていうのを分かりやすく伝えたかったっていうのが取り入れた一番の理由だったかな。あとあれですね、チビーズが絵本が好きっていうのもありますね。はい、用意した絵本はこの3冊です。最初に読んだのがこれね、お母さん大丈夫で、これはママは海賊、そして3冊目がこの暖炉の前で、当時読み聞かせしてたのは夫です。私ね、すぐ泣いちゃうんでね。ではざっくりと紹介させてください。お母さん大丈夫、乳がんになったお母さんとその家族が描かれています。子供目線なんだけど、乳がんのことをストレートに伝えられます。病気になって治療して、その中で変化するお母さんを目にする、子供の不安な気持ちも描かれてますが、絵がとても柔らかい感じなので読み終えて優しい気持ちになれます。次これね、これよく最近持ってきてくれるママは海賊です。最近見るね、よく見るね。これは治療の途中に購入した絵本です。読み進めるとママは病気と戦っているんだっていうのが分かってきます。がんとか乳がんっていう直接的な言葉は出てきません、でも長男くんは読んでる途中で、はっと気づいて、あ、これってさ、と食い入るように見てました。内容的に年中さん、年長さんくらいからかなって思います。これも子供目線の絵本だけど、私自身が勇気をもらえる絵本でした。描かれているママがかっこいいんですよ。自分の経験と重なる部分も多いので、私かっこいいやんって思ったりしてました。個人的にこれ一番おすすめです。ラスト、これは乳がんとか病気に関しての絵本ではないです。ネットで検索して知って購入しました。疲れたら休んでいいんだって、副作用でとにかく辛い時、強い孤独感が和らぐ感じがします。実際チビーズに読み聞かせるというより、私自身読んで心が温まった感じです。絵は明るい感じじゃないんですけど、暗闇の中の温かさが伝わってきます。今は3歳になった次女ちゃんがたまに持ってくる絵本です。病気関係なしに、ちょっと疲れた時とか寝る前の読み聞かせにもおすすめです。おしまい。当時はまだまだ小さいチビーズにもなるべく分かりやすくと考えてました。なので絵本たちには感謝です。年齢が上がってくると、がんという病気に対する知識もあり、伝え方はより難しくなるのかなと想像したりもします。子育て中に告知を受けた時、どのように子どもたちに伝えるのか、悩みの一つとして挙げられる方も少なくないのかなって思います。子どもは親のことをよく見てる、変化に敏感、そういうことを聞いたりします。子どもたちが不安を抱えたまま過ごすことがないよう、不安を少しでも解消できるよう寄り添いたい。我が家ではがんを伝えるを選びました。絵本はその手段の一つだったり、フォローだったりの意味もありますが、もしかすると絵本の中の子供たちの存在にチビーズも勇気をもらえたりしたかなって思ったりします。はい、ということでざっくり絵本の紹介でした。どなたかの参考になったら嬉しいなと思います。
結構絵本読んだんだけど、まだ物足りない次女ちゃん。私は活字に弱いので絵本でも眠たくなります。とりあえず叫んで寝かせない作戦のようです。最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。さよなら。さよなら。チャンネル登録してね。